同じ思いで一人一人と関われた時にやりがいを感じます。年齢や発達に合わせた遊びや活動、生活などの経験を通した関わりの中で成長を見守り援助しています。また子どもたちが安心して保育所での生活を送れるようにし、家庭とも連携しながら子どもの育ちを見守っています。小学生からの夢である保育士になるなら地元の志摩市で働きたいと思い、志摩市で保育士を目指すようになりました。学生時代に経験した志摩市の保育所幼稚園での実習で、優しく丁寧に教えてくださる先生方や元気に楽しく遊ぶ子どもたちを見て、こんな職場で働きたいと思うようになりました。日々の保育の悩みなど上司や先輩方に相談しやすく、丁寧に指導してくれるので自分自身学ぶことも多いです。保育の悩みも自分一人で抱え込むのではなく、職場内のみんなで考え助け合いながらできる環境なので、安心して仕事に取り組むことができています。日々子どもたちと関わる中で一人一人の笑顔や成長を感じられた時、またその成長を保護者の方と共有し、同じ思いで一人一人と関われた時にやりがいを感じます。